若き日のトリック、フランクトリグは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ニューヨーク州ロチェスター出身。エクストリームクートゥア、R1 所属。元アイコンスポーツミドル級王者。筋骨流流の肉体を持ち、レスリング技術をベースとする。グラウンドでは、関節技を狙わず、パウンドを使用する。オクラホマ州立大学時代は、レスリング部に所属し、 NCWA d ィビジョン1で活躍した。1997年、プロデビュー戦となったユスフのミドル級トーナメントで優勝。この大会は、手のひら底、ロープエスケープが認められたルールであった。1998年5月13日、初参戦となったシュートでマセロ・アグアに TKO 勝ち。10月25日には、バーレ・トゥード・ジャパン98で、ジアン・マチャドに TKO 勝ち。 1999年11月21日、プライド初参戦となったプライド8で、ファビアノイハと対戦し、TKO 勝ち。2000年12月17日、シュートで、桜井マッハ即人と対戦し、膝蹴りで TKO 負け。2003年11月21日、UFC 初参戦となった UFC45 で、 UFC 世界ウェルター級王者マット・ヒューズに挑戦し、チョークスリーパーで一本負けを喫し王座獲得に失敗した。2005年4月16日、UFC52 で UFC 世界ウェルター級王者マット・ヒューズに再挑戦し、またしてもチョークスリーパーで一本負けを喫し、王座獲得に失敗した。2005年8月20日、UFC54 で ジョルジュ・サンピエールと対戦し、チョークスリーパーで一本負けを喫した。2006年4月21日、ランブル、オンザロック級で行われたウェルター級トーナメント、準決勝で、カーロス・コンディットに腕ひしぎ三角固めで一本負け。試合後に引退を発表した。2006年12月1日、アイコンスポーツミドル級タイトルマッチで、王者ジェイソン・メーヘム・ミラーと対戦し、 サッカーボールキックで TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。2007年2月25日、プライド33で、三崎和夫と対戦し、判定勝ち。2007年3月31日、アイコンスポーツミドル級タイトルマッチで、ロビーローラーと対戦し、パンチレンダで小牧を喫し王座陥落した。2008年4月29日、ドリーム2で、 このウドジャカレーと対戦予定であったが、ジャカレーは練習仲間であったため直前の4月25日に欠場が発表された。2008年8月24日、戦局初参戦となった戦局第4陣で、滝本誠と対戦し、判定勝ち。2008年10月3日、初参戦となったストライクフォースで、ファラニコバイタレと対戦し、判定勝ちを収めた。 2009年9月19日、4年ぶりの UFC 参戦となった UFC103 で女子コスチェックと対戦し、パウンドで TKO 負けを喫した。2010年2月6日、UFC109 でマットセラと対戦し、パウンドで TKO 負け。2連敗となり UFC からリリースされた。ありがとうございます。